東口西口坂西駅は、千葉県柏市坂西にある、東武鉄道の打線の駅である。駅番号は TD27。駅ホームかつては、単式ホーム一面一線のみの地上駅であったが、1985年に、複線化された際に、相対式ホーム二面二線となり、京上駅舎が新設された。当駅と六日駅の間は、船橋駅柏駅間では、 唯一の単線区間であったが、2019年11月17日に、当駅と高柳駅間の複線化が完了し、同年12月15日に高柳駅と六日駅間の複線化は2020年3月の急行運転ダイヤ改正前に完了した。2006年度に駅改良工事を実施し、2007年3月30日より、 エレベーター及び多機能トイレの使用が開始され、同年4月1日より東口の駅前広場が利用可能になった。2010年度に駅構内の案内板はピクトグラムを用いたデザインに一新された。ホームにあった吊りか式駅名標と路線図は撤去され、駅名標、路線図、所要時間と一体型になった自立式案内板が設置された。 発射票は設置されていない。2019年度の1日平均乗降人員は14,131人である。近年の1日乗降、乗車人員の推移は以下の通り、セブンパークアリを柏駅前ロータリーが整備されており、駅周辺には坂西商店街が広がる。北東に進むと、国道16号、千葉県道8号船橋阿ビ子線が走り、 特に国道沿いは、大型商業施設が林立する。リフレッシュプラザ、柏千葉県立白良高等学校駅前には、住宅地が広がり、南西に進むと、千葉県道51号市川柏線、千葉県道280号、白井流山線が走る。東口と、駅西側に柏ジャンボタクシーの停留所がある。かつては、柏コミュニティバスが東駅東口を拠点とし、 九州南町駅方面へと向かっていたが、平成24年度末3月で廃止された。その代替として、乗り合いタクシー形式の柏に来るが2013年1月より運行を開始しており、当駅が唯一の鉄道駅での指定発着所として指定されている。ありがとうございます。